回は3月1日の調整で範囲がさらに拡大されたノーマル2ミニ式を紹介するよ。計略は式4で武力プラス6斬撃範囲が4部隊分と大幅に拡大されるけど、味方も着るようになってしまうデメリット付きで 8.3 カウント。最初は火竜の祈りをかけてまとめて斬撃して流派を大幅に上げようとやってみて、断念したりと活躍させる方法を見つけるのに苦しんだカード。ただ現環境やと義援を軸にした罠に復活持ちとして採用できるかも。我が輩が相手に逃げろ。息子を頼む。せられて、どりゃ。まだ死ねな。一の方飛べ白紙兵。戦うほどに強くなっていく孫十坊の手腕を見せるぜ。攻勢に転じる。おのれ尊敬の弓矢です。射抜け。俺を消すつもりか。射抜け。本拳の弓矢です。射抜け。親父、すまない。力不足か。この俺にという言葉はない。かっか、話を聞かぬか。せられて。まだ何も成し遂げてない。打ち抜け。打ち抜け。体勢を立てろ。打ち抜け。ニーミサッポー、その位置をくれ。おい、打ち抜け。おりゃ。打ち抜け。まだ死ねな。せられて。射抜け。孫権の弓矢です。流派発動。一の方俺を消すつもりか。孫権の弓矢。戦うほどに強くなっていく孫十坊の手腕を見せるぜ。貴様も道連れにしてくれる。孫権の弓矢です。孫権の弓矢です。
撃ち抜け。体勢を立て直す。流派抜け発動。身の肩、この試合のプレインにはフドイの一言、かなりミスが重なってしもとるね。鬼になるぜ。ニーミサッポー、その一をくれ。天気身の肩、尊敬の弓矢です。戦うほどに強くなっていく。孫厨房の手腕を見せるぜ。気抜け、おりゃ行くぞ天狼。当たれ。くそ、話を聞かぬか。かっか、前期解放。この俺に滅びねと誓ったのか。そういう言葉はない。息子を頼む。力不足か。射抜け、おりゃ。うわー、せら抜け。ニーミサッポー、その位置をくれ。俺らだけでやるぞ。無駄ってしまった時にこそ輝くカードなのか、持って感じたよ。今回も2000あるよ。正に転じる。鬼になるぜ。打ち抜け。いや。打ち抜けの弓矢です。
尊賢の弓矢です。流派発動。一の型。飛べ白磁兵。打ち抜け。尊賢の弓矢です。尊賢の弓矢です。まだおりゃ。流派発動。三の型。陣中で死ぬこそ。打ち抜け。武士の本望。アイヌの矢毒に解毒方法はない。尊賢の弓矢です。おのれ。補佐しましょう。あとは頼みましたぞ。打ち抜け。尊賢の弓矢です。まだ。打ち抜け。尊賢の弓矢です。この俺にという言葉はない。ニーミサッポー、その一をくれ。水のごとく心を澄まし見極めるのです。おりゃ。補佐しましょう。あとは頼みましたぞ。水のごとく心を澄まし見極めるのです。戦機解放。道連れにしてくれる。尊賢の弓矢です。発動。見ろ方。尊賢の弓矢です。かかれかかれ。剣の弓矢。
毒に解毒方法はない。話を聞かぬか。鬼になるぜ。飛べ白紙兵。陣中で死ぬこそ武士の本望。頼む。ご視聴ありがとうございました。